ビーチ。ペッパたちはビーチへやってきました。ペッパとジョージはビーチが大好きです。荷物がいっぱいね。帰るときに忘れないようにしないと。パラソルにビーチバッグ、タオル、バケツにシャベルに水玉のボール。そうね。じゃあまずは日焼け止めのクリームを塗りましょう。日差しが強いので遊ぶ前に日焼け止めを塗ります。ビーチでボールは使えるかな。大丈夫そうだ。二人はこのボールが大好き。ジョージ、ボール投げて、私がキャッチする。ジョージ、キャッチして。おやおや、小さいジョージにはキャッチできません。泣かなくていいよ。二人とも海に入りたいかい？うん、海に入りたい。じゃあ浮き袋をつけて。これでよし。その浮き袋かっこいいぞ、ジャージ。私も私も。よし。これで海に入れる。やったお水冷たい？あったかいよ、ほら。こらこら。ダディピックが先にやったのよ。水のかけっこはもうやめだ。ダディ、私ビーチって大好き。ペッパとジョージはビーチが大好き。みんなビーチが大好きです。ペッパ、ジョージ、バケツとシャベルで遊ぶんでしょ？うん、遊びたい。ダディ、ダディ、お砂にダディを埋めてもいい？そうだな。お願い、ダディ。わかったよ。やった。ペッパとジョージがダディを埋めていきます。こらこら。できた。もう逃げられないよ。頭が熱くなってきたな。帽子を取ってくれ。それなら取ってくださいって言って。ダディの帽子を取ってください。いいですよ、ダディ。これでよし。あー、なんだか眠たくなっちゃったな。ジョージ、砂のお城を作ろうよ。砂のお城を作り始めます。最初にバケツに砂を入れるの。こうやって。そしたらバケツをひっくり返してポンポン。バケツをあげるとほら、できた。砂のお城です。ほら、できた。砂のお城がもう一つ。ペッパー、ジョージ、帰る時間よ。忘れ物しないようにね。忘れてるものがないかチェックして。タオル、ビーチバッグ、パラソル、水玉のボール、全部あるよ。何か忘れてる気がするんだけど。そうだわ、帽子を忘れてた。ダディ、ダディを忘れてた。本当、ダディを忘れてたわ。え、なんだ？ダディのこと忘れていくとこだったの。でもジョージが覚えてた。ジョージが覚えててくれてよかったよ。風のお城。今日はみんなでお出かけです。ペッパ、ジョージ、今日はみんなで風のお城に行くぞ。風のお城って何？高い丘の上にあるお城だよ。ジョージはお城が大好き。風のお城って女の子には楽しくなさそう。
いや、きっと気に入るよ。お城のてっぺんからは遠くまで見渡せる。グランパたちのお家も見えるぞ。うわ、早く行こう。ダディが地図を見て、マミーが運転する。大丈夫、ダディピーク。あなたいつも道に迷うし、イライラするでしょ。迷ったりしないし、イライラしたりもしないよ。では、風のお城に出発。ねえ、まだ着かないの？まだまだだ。ゲームでもしようか。うん、やりたい。じゃあ、アイスパイゲームがいい。よし、ダディから行くね。ダディピックが何かを見てヒントを出し、みんなはそれが何かを当てます。ダディが見っけ、それは赤い色をしています。赤？私の服、これ赤だよ。違う、ペッパの服じゃないよ。うん、車だ。大当たり、赤い車だ。次は私、行くよ。ペッパが見っけ、それは青いものです。うん、ジョージの青いシャツ。違う。それは車の中にあるもの？違う、降参。降参だ。お空、青いお空だよ。私の勝ち。ダディピッグ、今どこかわかる？もちろんわかってるよ。わかってはいるけど、この道路、なんだか地図と違ってるみたいで。やだ、ダディピッグ、迷ったのね。迷ってはいないよ。じゃあここからどうやって風のお城に行くの？ちょっと待ってよ。そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城？そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。やったー。ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう、てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミー、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの、見えるわけないよ。そうだ、電話してみましょう。もしもし、グランパピーク、今風のお城からそちらを見てるんです。手を振って。グランマとグランパが手を振ってる。風のお城大好き。お留守番。マミーピックとダディピックがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピック、グランパピック、グランマ、グランパ、二人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほらベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさい、マミー。おやすみなさい、ダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はい、マミー。本当にいい子たちだこと。
マミーピックとダディーピックが出かけて行きました。ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミーピックに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ、起きてる？一体何の音でしょう？ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。ペッパー、ジョージ、起きてるの？あらま、驚いた。もう寝てたのね。そうか、それならさっきの音はペッパーとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあテレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったー。アイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。はぁ、このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうね。いや、ずいぶんと重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうね。次は私。そうね。もっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。ほんま捕まえちゃうわよ。マミーピッグとダディーピッグが帰ってきました。二人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい？子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだ。お眠なプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミー、ダディ。なに、ペッパ。私眠くないの。お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること。約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさいマミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、
小さなプリンセスが出てくるよ。ふん、お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。タディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて、鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんと可愛い。お城には他に誰がいるの？ああ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか。ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわあらま、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん、そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ、失礼、ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのは、このお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ。全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたから、すっかり疲れてしまったんだ。はあ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろ。箱には古い服が入っています。うわ、コスタディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい、ダディの帽子、それとダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。
方で一匹お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん。私はマミーピッグ。そうね、そうだった。どうもマミーピッグ。こんにちは。こっちはダディピッグよ。ジョージ。あら、こんにちはダディピッグ。ちょっと失礼。私仕事があるの。もしもし。そうよ。あれとこれお願いね。違うわ。ありがとう。さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピッグ。すぐ終わるから。はい、おしまい。さあ、ダディピッグ、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピッグにダディピッグ。さよなら。ダディピッグは庭で穴を掘っています。やあペッパ。やあジョージ。ペッパじゃないよ、私はマミーピッグ。こっちはダディピッグ。ダディピッグは仕事をしに来たの。それは助かるよダディピッグ。でも気をつけて、深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあ、アイスクリームよ。アイスクリーム？ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあ、ペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないなら、これはここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミ。私たち、マミーとドジーに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。私の誕生日パーティー。今日はペッパの誕生日です。まだとっても朝早いのですが。私の誕生日。起きて、私のお誕生日よ。お誕生日パーティーをするよ。ダディがマジックのショーをやるの。行こう、ジョージ。マミーとダディを起こさなきゃ。マミーとダディはまだぐっすり眠っています。私のお誕生日よ。起きて。なんだ？今何時なの？とっくに朝よ。まだ朝の5時じゃないか。そう、もう今日が始まってるの。わかったわ、お誕生日を始めましょう。やったマミーとダディとジョージからペッパにお誕生日プレゼントです。ハッピーバースデーペッパー。うわ、なんだろう。お人形のドレスだ。テディが着られない。どうもありがとう。どういたしまして。テディが女の子だったとはね。ダディったら、テディは女の子よ。とっても素敵なドレス、ありがとう。どういたしまして。汚しちゃダメだよ。この後何するか知ってる？知ってる。お友達が来てパーティーをするの。ダディがマジックショーをしてくれるの。みんなマジシャンがダディだとは気づかないよ。ダディはマジシャンのアメージングミステリオだ。メージンミステオ。そうだ、アメージングミステリオ。ダディは1週間も前から練習をしてたのよ。お友達が来た。わーい。ペッパのお友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。みんないらっしゃい。ハッピーバースデーペッパ。
ねえ、さあみんな、パーティーの始まりよ。ダディピッグがマジックショーを始めます。ペッパー、なんていうか覚えてる？皆さんご注目、こちらがマジシャン、アメージングミステリオだ。わかった、ダディ。皆さんご注目、マジックダディです。イエーイ。まずはこのマジックから。アブラカダブラ。うわ、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の1つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。1つ選んだかい？選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ青。違う。アブラカタブラ赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ。アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペーパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。ペッパとジョージは庭で遊んでいました。ペッパ、靴はどうしたんだい？あれ、なくなっちゃった。大丈夫、きっと見つかるわよ。お庭にあるんじゃない？探してみましょう。はい。みんなでペッパの靴を探します。マミーピッグは花壇の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないわ。ダディピッグは手押し車の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないな。ペッパとジョージは植木鉢の中を探しますが、やっぱり靴はありません。ない。庭中を探したけど、ペッパの靴はどこにもないようだね。ペッパの靴が消えてしまいました。どうしよう、靴がなくなっちゃった。困ったわね。でもあの靴は古くなっていたから、新しいのを買いましょう。お買い靴にしてもいい？マミー。もちろんいいわよ。ジョージ、新しい靴を買ってくれるって。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわ、赤い靴。ジョージとダディピッグがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。
ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ。二人ともおやすみなさい。おやすみマミン。おやすみダディ。ああおやすみペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピックとダディーピックが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージは濡れた草むらに飛び込みます。おやおや、ペッパも濡れた草むらで遊びたいけれど靴を汚したくありません。ダメだよ、私は一緒に遊べないよジョージ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。ペッパも泥んこの水たまりは大好き。でも靴を汚したくありません。マミーもダディもみんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ペッパはどこへ行くのでしょう。ペッパが長靴を履いています。わーい、水たまりで遊ぶなら長靴を履かないとね。歯の妖精。ペッパとジョージが食べているのは二人の大好物スパゲッティです。大きな音だな。ごちそうさま。ああ、これで少し静かになるわね。なんだろう。それは歯だよ。どこから出てきたの？ペッパ、鏡を見てごらんなさい。ああ。私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと歯の妖精さんが来て、その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージ、何の音かな。ジョージったら。ジョージのいびきの音でした。疲れて眠ってしまったようです。
ジョージは遅くまで起きていられないけど、私は頑張る。羽妖精さんが来るまで寝ないんだから。絶対に寝ないの。歯の妖精がやってきました。でもペッパは夢の中。こんばんはペッパ、抜けた歯とコインを交換しましょうね。なんて綺麗な歯でしょう。ありがとうペッパ、おやすみなさい。ペッパ、ジョージ、起きて、もう朝よ。え？私寝てないよ。歯の妖精は来たかい？来ない。枕の下を見てごらん。まあ見てペッパ、歯の妖精さんがコインを置いていってくれたわよ。やったー。ゆうべは寝ちゃったみたいね。ちょっとだけ寝ちゃったかもね。でも次は絶対に寝ないんだから、それで歯の妖精さんに会うんだ。仮装パーティー。ペッパとジョージが仮装パーティーを開きます。お友達も呼んでいます。ペッパは妖精のプリンセスに、ジョージはダイナソーに仮装します。ダイナソー。ペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。ね、スージーは看護師さんに仮装しています。やあスージー。ねえ、こんにちはダディピック。看護師さんがいてくれて助かった。病院から来たんだろ。私本物じゃないの、真似をしてるだけ。そうなのか。おやおや、君たちは誰だい？僕は海賊だよ。こりゃたまげだ。にゃお。私はモゾよ。みんなをカエルに変えちゃうんだから。ねえ。僕はピエロ。面白いピエロだ。で、君は何かな、レベッカ。私は人参。素晴らしいね。さあ入って、妖精のプリンセスとダイナソーがお待ちかねだよ。みんないらっしゃい。こんにちはペッパ。こんにちはスージ、私はプリンセスのペッパよ。お辞儀をしてからお話ししてね。こんにちはプリンセス。ね、私は看護師のスージ。ではお口を大きく開けて、あーあー。ねえ、僕はピエロ。じゃあ面白いことして。レベッカ、なんで人参の格好してるの？人参好きだから。ダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよペッパ。にゃお。こんにちはペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソー。おやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな。私です。今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあすごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー。みんなの病気を治すの。とっても素敵よスージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあたまげた。次はキャンディ。にゃお。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。
ほらよしなさい。ごめんなさいマミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ。怖いダイナソーなんだよね。ガワー。みんなとってもいいと思います。やったー。じゃあ誰が一番か発表して。わかった。えへん。一番良かった人は私。ペッパ、審査員は自分のことは選べないのよ。え、そうなの？もう一度誰が一番か選んで。わかった。一番は人参さん。おめでとう。ありがとう。ペッパは仮装パーティーが大好き。みんな仮装パーティーが大好きです。クロエの人形劇。今日はアンクルピックとアンティーピック、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピックはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピック、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピックはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパー、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はい、ダディ。アンクルピックとアンティーピックの家に着きました。アンティーピック、アンクルピック、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや、元気かい兄さん。アンクルピックはダディーピックのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。うわ。お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。で、こっちは私のパパ、アンクルピック。よーペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった。怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた。怖いダイナソーだよ。ガウ。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵。用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガー。キャー。ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャー。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい？ダディが言ってたの。アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。
その通り、いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん、どうなった？ん、人形劇はいつになったら始まるんだ？ダディ、運動する。マミーピッグがテレビを見ながら運動しています。はい、手足を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして。テレビって最高だよな。何の番組だい？体を鍛えるエクササイズの番組よ。ダディには関係ないな。ダディの体は完璧。でもそうは見えないよダディ。その音が大きすぎるでしょ。すごいんだぞ、見せてやろう。どうすればいいんだ？つま先に触って、こうやるの。簡単。ダディ、つま先に手が届かないふりしてもダメだよ。あ、ふりをしてるわけじゃないんだけど。ダディピックは本当に手が届かないようです。そうなの？ダディ、それは良くないね。少し運動した方が良さそうだな。そうだよ、ダディ。よし、やるぞ、明日から。ダディピック、今すぐ運動しないとダメよ。大丈夫よ、ダディ。私が手伝ってあげる。そうだな、頼むよ。ペッパ、お前がダディのコーチだ。何からやればいい？じゃあ、最初は腕立て伏せね。簡単だ。1、2。どうだい？上手だよ、ダディ。それじゃあこれをあと100回やってね。100回もやるの？そうだよ。ペッパー、ランチの準備を手伝って。ダディも手伝うよ。ダメだよ、ダディ。ダディは腕立て伏せを100回やるの。1、マミーピッグとペッパとジョージはランチの準備中。ダディピッグは腕立て伏せを続けています。ダディすごく頑張ってるね。頑張りすぎないといいけど。見に行ってくる。13 14 15 16 17。ダディったらズルしてる。腕立て伏せしてないじゃない。なあ、その面白そうなテレビをやっていたんだよ。怠け者ね。マミーが前に使ってたエクササイズバイクはどう？なあ、これなら楽しそうだ。自転車を漕ぎながら大好きなテレビを見られるぞ。やっぱりダメだな。自転車がうるさくてテレビの音が聞こえないよ。だけど何か運動しなくちゃ。わかった、私の自転車使えばいいよ。そうね、外の空気を吸った方がいいわ。ダディがペッパの自転車に乗ります。ダディ、これがペダルで、これがブレーキで、これがベルね。わかってるよペッパ、ありがとう。じゃあな。楽ちん楽ちん。体を鍛えるのは大変です。これなら漕がずに鍛えられるぞ。どんどんスピードが上がります。おう、スピードを落とさないと。あー、ブレーキが効かないぞ、助けて。ダディピックはまだ戻ってきません。マミー、ダディどうしたのかな？大丈夫よペッパ、ダディはきっと楽しくてつい遠くまで行っちゃったのよ。ダディ、どこへ行ってたの？行きはピューッと走って降りたんだけど、帰りは自転車を押して上がってきた。まあ大変だったわね。とにかく運動はできたよ。ええ、今日の分は。どういう意味？明日はもっと運動しないとね。ダディ、体を鍛えるなら毎日運動しないといけないんだよ。嘘だろ。大丈夫よダディ、私がコーチしてあげる。ほんと厳しいコーチだ。
ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ、じゃあ今度はジョージが投げて私がキャッチするね。ジョージ、おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる？いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった、しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。庭でボール遊びをするジョージ。ペッパも遊びたいようです。ジョージったらそうじゃないでしょ。こうやって遊ぶのよ。
ゴじゃなくて。これジョージの真似。ペッパがジョージをからかっています。ジョージ待って、戻ってきて。ペッパはふざけているつもりですが、これはやりすぎ。ペッパ、ジョージに意地悪しないの。違うよ、ボール遊びを教えてあげてたの。本当に？それならゲームをしながら教えてあげるといいわ。ピギーインザミドルをしましょう。ペッパ、あなたはボールを持ってそっちに立って、ジョージ、あなたはそこにいてね。いい？じゃあ二人でボールを投げ合って、マミーがピギーになってそれを取ろうとするから。マミーはピギーインザミドル。行くよジョージ。ああ、取れなかった。ジョージがボールをキャッチ。すごい。その調子よ。じゃあボールを投げ返して。はい、もう一度。ああ、もう一度。ジョージはペッパにボールを渡すことができません。ほらジョージ、ボールをちょうだい。あら。ジョージったら私もそれやろうっと。ペッパもジョージの真似をしますが、体が引っかかってしまいました。ボールはいただき。ペッパ、今度はあなたがピギーよ。ジョージ、行くわよ。すごい。取った。ジョージ、あなたがピギーよ。ジョージ、行くよ。ボールを取るのよ。ほら、取って。ジョージ、取ってね。ボール取ってね、ジョージ。わーい。あら、まあ、ペッパ、ジョージにそんなことしちゃいけません。ごめんね、ジョージ。何の騒ぎだい？ダディ、ジョージはちっちゃいからピギーができないの。大丈夫、ジョージにもできるよ。ちっちゃくて無理だよ、見てて。ジョージ取って。やったダディったらずるい。ずるくないさ、ダディとジョージはチームなんだ。マミー、私とチームになってくれる？もちろんいいわよ、ペッパ。ジョージ投げて。行くよジョージ。ペッパはボール遊びが大好き。ジョージもボール遊びが大好き。みんなボール遊びが大好きです。今日はいいお天気。ペッパとジョージが自転車に乗っています。立派なカボチャね、ダディピッグ。ダディピッグは鼻高々です。カボチャだけはうまく育てられる。パンプキンパイが大好きだからかな。ジョージ早く。ダニー、スージー、レベッカ。ペッパの友達、犬のダニー、羊のスージー、ウサギのレベッカも自転車に乗っています。ようやくジョージが追いつきました。ジョージは漕ぐのが遅いの。あのカボチャのところまで競争しよう。競争してもいいけど、ダディのカボチャにぶつからないように気をつけてね。カボチャが潰れたらダディが悲しむから。
大丈夫だよペッパー、競争だ。ダディピックのカボチャまで競争スタートです。おい、カボチャに気をつけて。やったね。ペッパ、危ない、カボチャにぶつかるわ。ごめんなさい。ねえ見て、ジョージがやってきたよ。ジョージの自転車は赤ちゃん用だもんね。ペッパの自転車だってそうだろ、まだ補助輪がついてるじゃないか。私はもう補助輪いらないの。ねえ、私もよ。僕も。丘の上へ戻ろう。ペッパも一緒に来る？うん、私はここにいる。ねえ、じゃあまたね。じゃあね。ペッパは補助輪がなければいいのにと思いました。ダディ、私も補助輪はいらないよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ、じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。うわ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま来いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことより、ペッパが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はい、ダディ、約束します。よし。さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピックのカボチャはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やった。